国立環境研究所地域環境領域の王金学と申します。私たちの研究がモンゴルの草原の持続的な利用を目指して、牧草地の牧羊力への影響評価というものです。この研究はモンゴル科学院と国立大学の共同研究です。この図を示したように、モンゴルの気温と降水量が、北の方で気温が低くて降水量が多いため、森林と草原が分布しておりますが、南の方で温度が高くて降水量が低いため、砂漠とゴビ砂漠を広げています。我々はモンゴルで最も観測史上長い6地点のデータを入手して、解析したところ、1945年から今までの75年間の年平均温度が 2.8 度も上昇していまして、これは世界平均値よりはるかに大きいことが分かりました。またモンゴルではその家畜の頭数も急上昇しています。もともと1950年と80年の間では約2200から2500の間で推移していましたが、1990年から市場経済が投入してから急増しまして、今はもうすでに7000万頭を超えてしまいました。この2つの図が分布図ですが、2012年と18年でわずか6年間で広範囲で、急上昇していることは分かります。まだ都市化も進んでいます。オランバートルの人口が1993年の約60万人だったんですが、今もうすでに150万人を超えて、国の半分以上の人口をそこに集中してしまいました。市場経済に伴って産業構造も変わりまして、その鉱山、採石業とか急増して、2005年から第一産業になって、その後に急上昇で、なっています。かつてモンゴルでは遊牧によって草原を持続的に利用してきましたが、近年ではこういったさまざまな人為的な影響によって草原の劣化が深刻化になって、これは牧羊力という低下に懸念されています。牧羊力とは何ですかということで、単位面積の牧草地で一定的な期間で飼育可能な家畜の頭数で、牧草地の生産力を家畜の収容力で示したものです。このインデックスは牧民にとって生活にとっては非常に重要なインデックスでありますが、その大きな影響要因として気温上昇と乾燥化などの気候変動の影響とか、それによって永久凍土を融解したり水資源を循環を変わったりして牧草地の生産力は変わると。一方都市と鉱山と農地開発などの人為的な影響によって水資源の過当利用や牧草地の荒廃などにもよって牧羊力にも影響を与えます。我々の研究はこの3つの目的で行ってきました。1つは早期観測ネットワークの構築による影響科学、もう1つは統合環境評価モデルによって影響解明を行います。それから最終的には持続的な利用を目指した適応策の提言です。これでモンゴルの北部では温度が低いため草原の下で影響等々層が存在しております。我々は2007年からさまざまな陸域最低限において永久凍土のモニタリングを実施してきまして、この図写真のように永久凍土には乾燥している永久凍土もあり、非常に凍り混じっている湿度の高い永久凍土もあります。
この図は、この8つの地点で観測しているデータを示したものです。左の部分は影響等と乾燥している影響等で、右の部分は氷を混ぜた、湿潤した影響等々です。この図の見方としては、縦軸は深さです。横軸は時間ですので、10年間のデータを示しております。この図の中の黄色の部分は温度が0度以上を示しておりますが、紫は冬の温度で0度以下です。それで、その0度以上の温度の深さは活断層と言われてますしで、この活断層は温暖化の重要な指標として示しています。この図を示したように、温度を上昇することによって、その活断層の深さは徐々に深くなっていくということで、永久凍土が融解しているということを示しています。我々の観測によりまして、草原域の永久凍土の融解は他の生態系より顕著であることが分かりました。また、IPCC では様々なモデルを使って将来予測をしておりますが、それでモンゴル国内では、様々なモデルで予測した結果で、年平均温度が将来的に最大4.1度上昇するという、最多な資料の予測ですが、これによって永久凍土が、分布面積がかなり減っていくだろうという予測結果です。永久凍土を融解したら、草原の牧羊力にどういった影響があるのかのメカニズムについては、この図で示しておりますが、例えば永久凍土浅い時には、水分が安定的に、草原に供給できますが、永久凍土が深くなってしまうと、その水分が届けず、砂漠になりやすいということです。月は私たちの主な研究として、こういった統合的なモデルを開発することです。このモデルは、その気候変動や人為的な要素、地形とか水源とか様々な要素を考慮して、さらにその羊が好きな草のインデックスもあって、嗜好性インデックスというものも含めて、こういった統合的に評価するものですので、このモデルをまず、この4つの重点地域で、適用しました。一つは、ウランバートルを中心とした都市地域と、その隣にある、草原地域。もう一つは、モンゴルで最大の鉱山、ハンボクトという鉱山地域と、その隣の砂漠地域。この4つの地域で適用した結果としては、牧羊力は、もちろん草原地域が最も大きくて、その次は都市領域で、砂漠地域は結構低いものです。ただし、放牧活が都市地域で最も高くて、その結果として、都市や鉱山地域で、その放牧活が牧羊力を大きく超えて、牧草地の脆弱性が一層高めていることが明らかになりました。また、このモデルがモンゴル全国で適用してみました。これによって北部が牧羊力が高くて、南の方が低いということがわかります。それで、この70年代の放牧圧と比べてみると、わずかな地域で、脆弱性が高いんですが、最近になるとかなり広範囲で脆弱性指数が高くなっていることがわかります。じゃあ、モンゴルの人々にとって、どう適応していくだろうということで、その適応策の提言を行いたいと。それで、まず我々、こういった早期観測ネットワークを構築することによって、情報提供していくと。こういったリモート衛星データを使って、その生産力、または放牧適地などを把握して、提供していくと。もう一つは、低炭素技術を使うことによって、
水や飼料などを有効に利用していくということで、さらに最新の技術を使って、家畜の闘争を適正に管理していくということで、まあ、こういった最新型の技術を使って、昔と違うように、まあ、スマート的な放牧システムの構築が目指して、こういった提言をしました。詳しく知りたい方については、こう関係で、こういった環境技、または我々の報告書もすべて公開されておりますので、ご参考になっていただければと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。